ほい。あなたのハートを同サイド圧縮。こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。女子ワールドカップベスト16の戦いも佳境に入ってきたぜ。スペインと日本はそれぞれ快勝を収めてベスト8へ。オランダも順当に勝利です。スウェーデンがアメリカを PK 戦で下して勝ち上がり、イングランドも退場者を出しながらかろうじて PK 戦での勝利だぜ。イングランドさん、踏んづけちゃダメだよね。こちら側のブロックはスペイン対オランダ、日本対スウェーデンという組み合わせになったぜ。反対側のブロックはコロンビア対ジャマイカ、フランス対モロッコが1回戦を戦ってそれぞれコロンビアとフランスが勝ち抜いたね。某アジアの国が自分たちが負けた相手が大敗したのを見て、また問題発言してるようだけど、それはまた別の機会にやるぜ。なんとなく想像つくけど、自分たちが負けたの棚にあげて、我々に勝ったのに大敗してどうとか日本はこうだとか言ってるんでしょ。まあ、そんなとこだな。いつものお決まりのやつだぜ。さ、それは一旦置いておこうか。そうだね。なんか思い出したら調子狂った。日本は次のスウェーデンに勝利すると準決勝も同じ会場での試合になるから移動がないっていうのはすごい有利だね。ほんとだぜ。日本はグループリーグからずっとニュージーランドだからな。移動がないのは選手の負担が全然違うぜ。もうなんかいろんな意味で日本に追い風が吹いてるとしか思えないよね。で、今回はそんな追い風をさらに感じてみようということで、海外メディアの日本への称賛報道を見ていこうと思うぜ。ほいほい。海外で褒めちぎられる日本を見ていつに浸ろうという時間ですね。そういうことだ。欧米はもちろんだが、中国メディアもなでしこジャパンを称賛する報道を出しているぜ。それは楽しみですね。でももう一つのアジアのあそこの国はどうなの？それについても触れていくが、察しの通り相変わらずみたいだぜ。じゃあ、まずはアメリカスポーツ専門局 FOX スポーツの報道だ。なでしこジャパンの采配はすべて完璧、強豪圧倒の8強入り、に米解説者が絶賛、適応力は称賛に値する。サッカーのFIFA女子ワールドカップダブル杯オーストラリアニュージーランド大会は5日決勝トーナメント1回戦が行われ、日本がノルウェーに3-1で勝利し準々決勝に進出した。一次リーグから4戦全勝で快進撃を続けるなでしこジャパンに米解説者は采配は全て完璧、適応力は称賛に値すると絶賛している。ダブル杯優勝経験のある強豪ノルウェーを圧倒した日本。試合後、米国で試合を中継した米スポーツ専門局 FOX スポーツで解説を務める元米国代表アレクシー・ララス氏が試合を振り返った。同局サッカー専門ツイッターが公開した動画内で、日本代表にとってほとんど全て完璧に行っている。選手を入れ替えても、異なるプレイスタイルの相手と対戦しても、池田監督の采配は完璧にうまくいっていると賛辞を送った。確かに池田監督の采配は素晴らしいです。監督が一人で考えてるわけじゃないけど、戦術を選手に落とし込むのは監督だからね。サッカー協会から分析スタッフも現地入りしてサポートしてる。国内には相手チームの試合動画を編集して提供するリモートチームを置いたりして全面的にバックアップしてるらいいぜ。ララス氏は、唯一の懸念材料として日本が今大会まだ逆境に立たされていないと指摘。それほど圧倒的なパフォーマンスを披露していることの裏返しだが、もしかしたら今大会で逆境に立たされることは最後までないかもしれない。しかし、それが初めて起きた時にどのような精神的反応を見せるのかは気になると語った。それでも、ララス氏は彼女たちは全ての称賛に値する。特に大会を通じての対応力においてだと戦術の幅の広さを称賛していた。ここまで1失点しかしていないし、先制点も取られていないから逆境に立たされた場面はまだ経験してないね。でもチームの一体感、結束力はかなり高まっているようだ。次のスウェーデン戦は今大会一の厳しい試合になると思ってる。これを乗り越えればあとは優勝まで突っ走るだけだと思うぜ。次の試合こそ絶対に負けらない戦いってことね。そうだな。そんな厳しい試合が待ち受けてるなでしこだが、試合後の立ち振る舞いに海外ファンは気品すら感じているようだぜ。真の品格なでしこジャパン、ダブルハイピッチ上で示した礼儀に世界絶賛、最も優れた国。ここまでの4試合で14得点1失点と盤石ぶりが光るパフォーマンスに熱視線が注がれている中、米スポーツ専門局 ESPN のサッカー専門 SNS がピッチ上でのある光景に着目。今回の女子ワールドカップで、日本の選手たちは常に頭を下げて応援を称えたと綴られた投稿には、選手たちがファンに向けて深々とお辞儀をする一枚が添えられた。チームへの応援に対する礼儀を示したシーンは反響を呼び、SNS 上では海外ファンから、日本が世界で最も優れた国、彼らは常に敬意を持って接する。とても美しい真の品格だといった賛辞が続々。昨年のカタールダブル杯で日本代表の森保一監督が試合後に見せたお辞儀に続き、日本の気品ある振る舞いがまたも脚光を浴びた。これは深いお辞儀だね。
老舗旅館の女将より深いよね。ハーフタイムでベンチに下がる時もピッチへ一礼してる選手をよく見かけるぜ。部活ではそういう風に教えられるからね。プロになっても体に染みついてるのかも。女子部の方がそういうのに厳しかったりするからな。うっかり忘れて一礼だけしに戻らされたりしたんだろうな。部活あるあるだねきっと。部活はほんと謎ルール多いからね。皆さんも部活動で体験した変なルールがあったらコメント欄で教えてください。ついでにチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。欧米の次はアジアだぜ。中国メディアも日本の強さを絶賛中だ。ほうほう。どこかのアジアと違って中国はまともな報道が多いからね。長いから要約するぜ。驚くべき効率。スペイン戦では枠内シュート5で得点4、ノルウェー戦では枠内シュート4で得点3と説明。その中でこう続けた。多種多様な戦術。弱い相手に対しては足元にボールをコントロールして自在にパスを回し、強い相手に対してはボールを相手に渡して攻撃の効率に力点を置き、同様に試合をコントロール下に置く。さらに合理的な年齢構成。25歳以下の選手が12人、26歳以上30歳未満が10人、30歳以上はわずか1人とチーム構成も紹介。このダブルハイの後、日本からはさらに多くの選手が国外進出軍団に加わるに違いない。どこかのアジアと違って勝手に比べて悲願だり羨ましがったりしないで、ちゃんとサッカーの話に終始するまともな報道で安心しました。安心したところ申し訳ないが、あの国の報道に触れる時間だぜ。来ましたね。今回はどう出てくるのかな。まずは記事を見ていこう。韓国のメディアオフミニューズは日本はさらに成長しているが、胃の中のカエルである韓国は心配だと見出しを打った記事を掲載。今大会で韓国唯一のゴールを決めた MF チョソヨンの韓国はまだ胃の中のカエルだと思うという帰国後の発言を引き合いに出して、次のように主張した。韓国女子代表は2019年のダブルハイで3戦全敗1得点8失点という惨めな成績で無気力に大会を終えた。4年が経ち、今回のダブルハイではコリンベル監督体制で着実に準備を続けてきて、黄金世代の選手たちが全盛期を迎え、内心ベスト8以上の成績を期待した。だが、2代連続グループステージ敗退という結果を避けられなかった。無得点全敗という最悪の結果を免れただけで、準備したプロジェクトは明らかに失敗に終わった。待て待て、黄金世代だったの？今回の韓国さん黄金だったの？ほんと？ゴールデンエイジって認識で合ってます？まあ、彼らがそう言うんだから、そうなんだろうな。ベスト8が目標だったらしいし。ベスト 8？ グループリーグ突破して決勝トーナメントで1回勝つといけるベスト8ってことで合ってます？そういうことなんだろうな。黄金世代だからいけると思ったんだろうな。同メディアはベル監督の発言を聞くと、失敗の原因を主に選手たちの経験不足や精神的問題、あるいは韓国サッカーの構造的限界に責任を転嫁している。しかし、成績において最初に最大の責任を負うのは当然監督だと指揮官を批判。大会を通じて、ベル監督の戦術的敗点数を与えられないとこき下ろした。また自分たちの都合の悪いところは華麗にスルーですね。韓国サッカー界の育成システムとかスポーツ環境に問題があるって指摘じゃないの？発言のタイミングは悪かったけど、内容は的確だったと思うぜ。そのベル監督の的確な指摘を理解できず責任を監督になすりつけているようでは今後も進歩していくのは難しいね。そして、韓国選手団がひどいドイツの足首を掴んだことで満足して自画自賛しているに間、ライバルの日本はさらに成長していると皮肉っている。さらに、男子でも事情は大きく変わらない年、カタールワールドカップ以降、2023年に入って両国の歩みは逆を言っていると見解を続けている。2023年に入って韓国と日本の最近4回の A マッチは、すべてホームで同じ相手コロンビア、ウルグアイ、エルサルバドル、ペルーだった。両チームの力と現在地を比較せざるを得ない状況だった。森保ジャパンは2勝1分け1敗、12得点4失点の一方で、ユルゲン・クリンスマン監督が新たに指揮を取った韓国は2分け2敗、4得点6失点にとどまり、まだ1勝も収められていない。日本は、韓国が0-1で敗北したペルーに4-1で完勝し、韓国が1-1のドローだったエルサルバドルにはなんと6-0で圧勝した。いやいや比較しなくていいんですよ。日本っていう物差しがないと自分たちの状況を測れませんか？日本が勝った相手に負けたとか、日本が勝った相手に引き分けたとかじゃなく、なぜ結果が出なかったのかを見ないと、試合やった意味がなくない？日本と比べたいから同じマッチングにしたの？いつもそこに着眼点がいってしまうからな、もはや病的ですらあるぜ。記事は囲碁の準備過程でも日本の積極的で素早い動きが目立つ。両国は共に9月の A マッチ期間で欧州遠征の準備しているが、日本はすでに欧州の強豪であるドイツとトルコとのマッチメイクに成功した。一方、韓国はウェールズとの試合が確定しただけで、メキシコとの試合が流れ、まだ相手が決まっていない状況だと指摘。それもあなたたちのサッカー協会が問題であって日本が積極的とか関係ないからね。
本当に日本って物差しがないと、物事の良し悪し判断ができないんだな。記事はこう締めくくっている。韓国サッカーは最近、全般的に日本に明らかに押されている様相だ。男女の A 代表だけでなく、年代別代表も国際大会の度に日本との対戦で大きな点差で連戦連敗を喫しているのが実情だ。これから日本を超えなければ杭州アジア大会や次のオリンピック、来年のアジアカップでの優勝なども難しいと憂慮される。世界制覇を目指して勝ちを続ける日本に比べて、韓国サッカーは今どこに向かっているのか冷静な分析が必要と思われる。日本に、日本との、日本を、日本に比べて、何回日本っていうの？日本と比べなくていいから自分たちの問題点を独自で探して進むべき道を見つけてください。多分、日本とは違う道になるのでもう比べなくて大丈夫です。少なくても日本と比べながら、こっちについてこようとするのは間違った道だと思うぜ。若い女子選手が一体の中の蛙の意味を理解できずに日本が日本が言ってる。このメディアが結局胃の中の蛙だったっていう面白くないオチしかつかなかったぜ。なんかもうこっちにばっかり視線向けないでいい加減世界と自分たちを直接比較してほしい。世界のレベルに対して日本はこうで、その日本に対して自分たちはこんなです。っていう視点でしか見れてないのが、韓国がうまくいかない大きな原因だと思っちゃうね。その通りだな。一度日本フィルターに通してからじゃないと物を見れなくなってしまってる。これこそが韓国が抱える構造的大問題なのかもしれないぜ。でも胃の中の蛙だから一生気づかないかもね。まったくだ。そんなわけで今回は世界中から止まないなでしこジャパンへの称賛の声と胃の中の蛙の鳴き声を聞いてみたぜ。お隣のカエルさんの話題は尽きることがないからまた取り上げるので、興味があったら、チャンネル登録して待っててくださいね。皆さんの意見もコメント欄で待ってるぜ。それでは今回はここまでだ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう余った時間でじゃんけんする？顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はブーン、ブーンじゃんけんポンバーイ。だからやめとけって。